はい。あとですね、私は、あの、基本的に日本の株はスイングで持ってるんですけども、今日はね、たまたまね、差し値がその日中にね、約上して、結果的にね、デイトレードになった銘柄があります。で、そちらが、あの、この4389のね、プロパティデータバンクってとこなんですけど、まあ、証拠なんですけども、えー、まずね、今日買ってね、2200円で買いました。で、そして2330円でね、売れています。はい。で、こちらが、プロパティデータバンク。 っていうね、えー、株のですね、今日の値、ね、動きなんですけども、なんとね、えー、今日のね、終値、ね、2320円です。で、私が売れた値段が2330円なので、えー、引け近くのね、えー、最高値ら辺で多分売れたと思います、えー。動きがね、これなんですけども、私がね、拾ったのが2200円なので、ここ、ほぼぴったりです。えー、なぜかというと、今日の安値がね、2199円でね、私がね、その1円上で、 刺さってますので、2200円。今日のね、一番安いこの辺でね、買ってますね。そして、えー、2320円。ここで、えー、今日は引けてますが、おそらくね、ここが2330円だったと思います。ので、えー、1円高いところで買って、えーまあ、引けのね、近くの2330円のね、ちょっと跳ね上がった高いところで売れて、えー、2320円で引けています。 なんという神がかったトレードなんでしょう。まあもちろんね、あの、刺し根ぴったりでね、買うことに別に、えー、利益があるわけじゃないので、これでね、今日売って、まあ来週以降もっと上がってたら、まあ、持ち越した方が良かったんじゃないかっていうこともあるとは思いますけど、こんなにね、えー、し根がピンポイントで、えー、1日でね、取引が終わるってことはなかなかないのでね、今日証拠もね、含めて、記録にね、残したいと思いました。これ見た人もちょっと多分びっくりするんじゃないですかあの、 2000だって、199円ですからね。そこの1円上の2200円で買って、まあ、そこからね、こう、戻してはいるんですけども、ちょっと戻し方が弱かったんで、まあ、金曜日っていうこともあって、今日はダメかなと思って、で、チャートはね、まあ、持ち続けても、もう少しいいかなというような形をしてたんで、まあ、今日はね、このぐらいで、ま、しょうがないやと思って、まあ、買い物してたんで見なかったんですけれども、 えー、午後4時ぐらいですかね。えー、見たら、なんとね、えー、売れてたので、どうしたのかなと思って、えー、見たらね、なんとこのね、えー、2330円ですね。その時は、あの、終値、ね、ぴったりだと思ったんで、2320円だと思ったんですけども、ここでね、売れて、なので、1円高いとこで売れて、終値のね、ちょっと手前のね、跳ね上がったところでね、えー、売れるというね、もうなんともね、神がかり的な、 え、デイトレードをすることができました。え、枚数はね、お恥ずかしながら1枚だけなので、もう利益はね、本当に、え、お小遣い、え、の中でもまあ安い方ではあると思いますけども、何よりね、気持ちがいい、ちょっと自分で自分が怖くなるようなね、デイトレードでした。